こんにちは、着付け講師の素直です。今回のテーマは着付け用マネキンの選び方です。以前こちらのマネキンの開封動画をサブチャンネルで撮りました。その動画の反響が結構大きくて、動画を見て購入された方でマネキンの会社さんに私の名前を出してくださった方がいらっしゃったようで、なんと社長さんから直々にお礼のお電話をいただきました。購入して私の名前を出してくださった方、ありがとうございます。こちらのマネキン、私の着付け教室だけじゃなく YouTube でも今大活躍してくれています。それで職業柄2体目も購入しようかなって検討していた矢先に社長からご連絡をいただきまして、でこのマネキンと別バージョンがあるのでよかったら試してみませんかというふうにご連絡いただきました。その新しいマネキンがこちらです。キットマネキンさん、ありがとうございます。以前はサブチャンネルで紹介させていただいたんですけれども、今回は素直の着物チャンネル本チャンネルで着付け用マネキンの選び方を紹介します。この動画はこんな人にご覧いただきたいです。着付けをしっかり練習してみたい人、周りに着付けの練習台になってくれる人がいない人、いつか着物関係の仕事に就きたいなと思っている人、そんな方にご覧いただきたい内容です。それでは始めます。着付け用マネキンを選ぶポイントを6つに分けて解説します。まず1つ目、腕つきかどうか。2つ目胴体の柔らかさ。3つ目胴体の長さ。4つ目土台の安定感。5つ目匂い。6つ目アフターフォロー。この6つに分けて解説します。買ってしまった後にあー失敗したってならないようにぜひ参考にしてみてください。それでは1つずつ解説していきます。着付け用マネキンの選び方のポイント1つ目、腕つきかどうかについて解説します。実際にマネキンを使って説明しますと、腕がない場合、これ腕取れるんですけど、こんな感じの場合着物が引っかかりにくいんですね。なので着付けする時もちょっとやりにくいです。できれば腕がある方がいいです。それから腕は曲げたり伸ばしたりできる方がいいと思います。なんでかっていうと、腕がもし曲がらない場合着物をこう引っ張って着せつけなくちゃいけないので着物に負担がかかってしまいます。最悪の場合着物がビリッといっちゃう可能性もあります。ですので腕はついていた方がいいし、曲げられる方がいいです。より実践的な着付けの練習ができると思います。着付け用マネキンを選ぶポイント2つ目、胴体の柔らかさです。人に着付けすることを多層って言うんですけど、多層の一番肝心なのは紐の締め加減です。マネキンがカチカチの場合、紐とか帯の締め加減が分からなくって締まりが悪いんですね。なのでこう胴体がプニプニしている素材の方が締め加減の練習までできるのでおすすめです。着付け用マネキンを選ぶポイント3つ目、胴体の長さです。マネキンって結構ここまでの長さのものが多いんですね。そうするとどうなるかというと、裾合わせの時に太ももがないからスカスカして合わせにくいっていう問題点があります。でこのように膝下まであればより人間に近い条件で着付けの練習ができます。さらに言えば陳列用のマネキンとして使わはる場合も裾合わせが綺麗に決まるので、より着物らしいシルエットになります。なので胴体は長い方がおすすめです。着付け用マネキンの選び方のポイント4つ目、土台の安定感です。土台は絶対安定している方がよくって、なんでかというとマネキンって結構グラグラしたり軽いものが多いです。そうするとちょっと紐を当てただけでぐらついてしまったり、帯を締める練習の時に倒れる心配があったりします。そうなると着付けの練習にならないので、できれば土台が結構重たくて面積が広い方が着付けしやすいです。着付け用マネキンの選び方のポイント5つ目、匂いです。外国製のマネキンなんかやとたまに匂いの強いものもあるんですね。着物に匂い移りするのが気になる方なんかは匂いについても要チェックです。着付け用マネキンの選び方のポイント6つ目、アフターフォローです。マネキンって一生に1回買うぐらいのものですよね。だけど結構物としては大きいです。なので例えば部品が壊れた場合、また買い直すのではなくって即別のものを取り替えできたり、部品だけ交換できたりできるところで購入する方が長く使えると思います。そういった点でアフターフォローのいいお店で購入されることをお勧めします。このマネキンで私が一番気に入ってるところがあって、それはデザインです。デザインよく見ていただくと少しずつ違うんですね。こっちは木製の頭部分になってます。でこれ見てください。
これかんざしヘッドっていう名前なんですけど、めっちゃ可愛くないですか？ここかんざし型になってるんですよ。で、例えばここにねアクセサリーをつけてみたり、あと腰紐をちょっと引っ掛けておくのにも結構便利です。これお好みでどっちでも選べるので、お好きなデザインでいいと思います。それから土台についても2種類あって、前回私が購入したのはスチールベースって言って、ぺっちゃんこで平らな土台なんですね。すごく重たくてしっかりしてます。で、今回の新しいマネキンは木製ベースで、ちょっと高さがあって角が丸っこくなってます。なのでよりおしゃれで、しかも家具とか木製で統一している場合はすごい可愛いなと思いました。で、例えばこのスチールベースでかんざしヘッドにしたり、逆に木製ベースで木製ヘッドにしたり、組み合わせ4通りできるので、なんかデザインが可愛い、自分の好きなやつを選べるから、そういうとこがいいなと思いました。それからこの腕がすごい曲げ伸ばしができるんで、着付けするときに結構無理な体勢にもなってくれます。で、着物に優しいです。そしてお腹部分がプニプニしてるんで、あの紐の締め加減のレッスンも結構生徒さんにも伝えやすくって、練習になりやすいかなって思ってます。で、一つメールをいただいて、それは海外の視聴者さんからやったんですけど、海外で購入する際にすごく丁寧に対応してもらえたっていうことで、私にも感謝のメッセージをくださいました。そういった点でもお客様対応がすごくしっかりされてると思いました。今回は着付け用マネキンの選び方6つのポイントに絞って説明しました。おさらいすると、腕つきかどうか、胴体の柔らかさ、胴体の長さ、土台の安定感、匂い、アフターフォロー、この6つについて解説しました。この6つを全て兼ね備えているのがこのキットマネキンです。私心からほんまにおすすめできます。ただちょっとお高いんですね。3万円ちょっとするんです。正直言うと1万円以下のマネキンもたくさんあります。最初にそういうマネキンでチャレンジしてももちろんいいと思います。ただ本気で着付けを練習したいんやっていう人とか、いいマネキンないかなって探していた人にはキットマネキンめっちゃおすすめです。なんせ6点全てを兼ね備えてる優秀なマネキンだからです。で、今回一番お伝えしたかったのが、マネキンって結構失敗しがちなアイテムなんですね。例えばグラグラしやすくって着付けに集中できないだとか、腕が曲がらなくって着物にこう負担がかかってしまうなんていうのは、着付けの毎回毎回の練習で少しずつストレスが積み重なっていくものです。で、買ってしまった後に、あ、失敗した、もっと他のにしとけばよかったって言ってる人結構多いので、失敗してほしくないなと思って今回動画にしました。最初はちょっと高いかもしれないんですけど、最初にいい商品を揃えておくことでずっと長く愛用することができます。だから私は最初にこちらを購入しました。これから着付けやってみたいなとか、着物の仕事に興味あるなと思っている人は参考になさってください。この動画がいいなと思ったら、いいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。 Twitter や Instagram もよかったらフォローお願いします。また別の動画でお会いしましょう。素直でした。